シュラマル。はい、質問。私と言ったら何？え、いきなりどうされたんですか？いいから答えなさい。私で一番連想するものを答えよ。え、辛口と甘口どっちがいいですか？激辛で。セレブ気取りの見えっ張りです。正解。やっぱり私と言ったらセレブ気取りの見えっ張りよね。見えを張り続けて早40年、いかなる時も見えを張るスーパー見え張り女、それがこの私レイコよ。おお、素晴らしい。よく自己分析されてますね。感心ですよ。まあね、いっそのことレイコの見え張り教室でも開こうかしら。もちろん受講料は1万円からで。さすがレイコさん、そんなしょうもない教室で1万も取るなんて、本性のケチケチが出てますよ。は、バレてた？実は私めちゃくちゃケチなの。スーパーで割引シールプロハンターのフロアマスターと呼ばれてるのはこの私。何でも安いに越したことはないからね。めちゃくちゃ噂になってますもんね。スーパーの気の弱そうなバイトくんに、さっさと割引シール貼れごらーってよく恫喝されてるんですよね。恫喝なんて人聞きの悪いこと言わないでよ。あくまで教育的指導だから。最近の若い人は融通ってもんが効かないのよね。レイコさんのせいでスーパーのバイトがすぐ辞めていくって聞きましたよ。いくらケチでもやりすぎだと思います。はぁ、あ、この私に盾つくつもり？私が買いに行ったら割引シールを貼ってくれればいいだけなのよ。たったそれだけのことができないとか、やばくない？マジで近頃のバイトは仕事ができないのよね。いやいや、やばいのはレイコさんの方だと思いますけど。さすがケチケチ見えっ張り勘違いマダムは違いますね。誰がケチケチ見えっ張り勘違いマダムじゃい。さっきから調子に乗りすぎよ。あんたみたいなクソ貧乏人に言われる筋合いないわよ。どっちの方が貧乏人みたいなことしてるんですかね。あんたに決まってるでしょ。ちなみに今日は高級お寿司屋で食事会なの。ま、あんたには一生縁のない話だろうけど、プープープー。そういう決めつけは良くないですよ。毎日高級寿司食べてるかもしれないじゃないですか。絶対にないわね。あんたみたいな絵に描いたような土底辺が食べれるわけないのよ。一皿90円の回転寿司でも渋るレベルでしょ。全身偽物のブランド品で身を固めた人に言われたくないですけど、もしかしてお寿司も偽物を食べに行くんですか？そうなのよ。私って偽物が大大大好きだから。お寿司も本物よりも偽物がタイプ。って何変なこと言わすのよ。めちゃくちゃ面白いですよ。しかもさらっと偽物好きって認めてるし。まあみんな言わないだけでバレバレですけどね。何言ってんの？私は偽物なんて着たことないから、あんたみたいな下民と一緒にしないでもらえるかしら。おかしいですね。実は知り合いのママ友がレイコさんがお買い物してるところを目撃したらしいんですよ。あら、そうなの？高級ブティックでお買い物してるところを見られたのかしら。私は高級ブティックでしか買い物しないから。おほほほほ。いやいや、何言ってるんですか。怪しい外国人がやってる偽ブランド品の専門店ですよ。両手がパンパンなるくらい爆買いしてたみたいですね。そんなの嘘に決まってるわ。私はそんな下民が行くようなお店になんて行かないから。え、そうなんですか。でも何人ものママ友が目撃してますけど。は、思い出したわ。たまたま友人に買い物を頼まれて買いに行ったのよ。まさかそんなところを見られるなんて、お恥ずかしいわ。おほほほほ。苦しい言い訳ですね。で、結局今日は何の用件だったんですか？だから、自慢よ自慢。あんたが食べれないような高級寿司を食べるっていう自慢。まあ私レベルになれば大将とも通貨の仲なんだけど、私にだけめちゃくちゃ特別なところを出してくれるのよ。わざわざ自慢するためだけに連絡してきたんですか？私もそんなに暇じゃないんですけど。あんたなんてどうせ暇でしょ。後で高級寿司の写真を見せてあげるから、写真眺めながら臭い白米でも食べてれば。それではまたね。
私の名前はさとみ、小学生の娘を持つ母親です。平凡に暮らしているのですが、一人だけ迷惑なママ友がいます。レイコさんという方なのですが、自称セレブママ友で他の人を見下してきます。今日はなぜか私がロックオンされたみたいで、めちゃくちゃな絡みをされて困っています。とりあえず放っておくことにしたのですが、しばらくしたらレイコさんからメッセージが来ました。どう？私が送信した高級寿司屋見てくれた？めちゃくちゃ美味しそうでしょ？あんたは一生かかっても食べられないだろうけど。あ、見ましたよ。めちゃくちゃ馴染みのあるお寿司屋でびっくりしました。そんな強がらなくていいのよ。あんたがこの高級寿司に馴染みがあるわけないでしょ。レイコさんよりありますよ。それは確実です。はいはい、お寿司が羨ましすぎて頭がおかしくなったんじゃないの。まあ今から私のためだけに大将が特別に用意してくれたレイコ様特別コースを堪能するから、貧乏人に構ってる暇はないのよ。自分から連絡してきたんじゃないですか。まあゆっくりご堪能くださいね。1時間後。この度はご来店ありがとうございました。とてもセレブとは思えない食べっぷりだったそうですけど。は？何言ってんの？意味不明なんだけど。え？先ほどスカット寿司に行かれてましたよね。そうだけど。スカット寿司ってうちの旦那が大将をしてるんですよ。またまた、よくもそんな嘘がつけるわね。あんたみたいな貧乏人の旦那があんな高級寿司の大将なわけないでしょ。まあ貧乏人ってのも玲子さんが勝手に決めつけただけですもんね。正真正銘私の旦那が大将ですよ。はいはい、こんなしょうもない嘘に付き合ってる余裕ないのよ。じゃあこれで信じてもらえますかね。玲子さんが今日食べたのは卵巻き一貫だけだったみたいですね。こんな人初めてだって旦那が驚いてましたよ。いやそんなわけないでしょ。大将の特別コースを堪能してきたわよ。大将の特別コースなんて存在してないみたいですけどね。どっちの方がしょうもない嘘をついてるんですかね。あ、間違えてたわ。私が行ってきたのはスカット寿司じゃなかったみたい。苦しい言い訳ですね。さっき玲子さんがこれ見よがしに送ってきた写真にスカット寿司って書いたものが写ってましたけど。それはその怪奇現象かもしれないわね。おほほほほ。怪奇現象っておかしなこと言わないでくださいよ。しかも常連で大将とも通過とか言ってましたよね。旦那は初めて来た人だって言ってましたけど。旦那さんがど忘れしてるんじゃないかしら。まあお寿司のことは忘れましょう。あれれ、めちゃくちゃ動揺してないですか。レイコさんは私はあんな高級寿司食べることは一生ないとおっしゃっていましたけど、よく招待してもらって食べさせてもらってます。まさかあんたの旦那さんがスカット寿司の大将だとは思わなかったから。やっぱり人を勝手に決めつけるもんじゃないですね。しかしなんで卵巻きしか食べなかったんですか。それがセレブの食べ方なんですかね。まあね、卵巻きを食べたらその寿司屋の全てがわかると言われてるからさ。そんなの聞いたことないですけどね。やっぱりスーパーケチケチ見えっぱり勘違いマダムなんですね。このセレブ中のセレブである私をバカにするんじゃないわよ。もう完全にキャラが崩壊してますよ。どうせ今日スカット寿司に行ったのも SNS で優雅なセレブ生活を演出するためですよね。いや違うわよ。演出じゃなくて私はリアルにセレブ生活を送ってるんだから。もう無理しないでください。レイコさんの SNS を見たらしんどくなりますよ。セレブを演じるのも大変だなって。そうなのよ。私の大変さ分かってくれるかしら。本当はセレブじゃないから生活も余裕がなくて、けど一度気づいたセレブキャラをやめられないのよ。だから無理して演じてるんだけど、もうギブアップよって何言わすのよ。それが心の声なんですね。では皆さんにレイコさんの本当の姿をお伝えしますね。これでレイコさんも気持ちが軽くなりますね。ちょっと余計なことしなくていいから。
まあまあお気になさらずに、これからはケチケチ見えっ張りキャラでいきましょう。それではさようなら。ねえちょっと待ちなさいよ、こんなはずじゃなかったのに。お願いだからこのままセレブキャラを演じさせて。その後、私はレイコさんのためを思ってママ友に今回あった件をお話ししました。すると皆さんもいろんなレイコさんのケチケチエピソードがあったみたいで大盛り上がり。どうやら前から金欠だったようで、気の弱いママ友からお金を借りてすぐ返すと言いながらずっと返してないことも発覚。これによりママ友に責められたレイコさんはしぶしぶ返すことになりました。この件によりレイコさんのセレブキャラは完全崩壊。今では庶民的量販店の地味な服を着て端の方で小さくなっています。やはり目を張りすぎて人を見下すのは良くないですね。これからは本来の姿で肩肘張らずに生きていってほしいですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。